本日は岐阜県にありますコンコルド777岐阜羽島駅前店さんにお邪魔しておりますと。で、過去今日と同じような日が一応3回あったということで、その傾向なんかを遡って見てみると、おそらく本日に関しても前台形であったり、多台数の半分が当たりっぽい感じであったり、少数騎士では各1ぐらいは当たりがあって、バラエティーも当たりもあるかなという感じの中で、今日もおそらくたくさんのお客様が来られると、で抽選番号が非常に大事になってくる、今、抽選前なんですけれども、とりあえずまず候補台っていうのを絞っていこうというところで、昨日2人で下見もしまして、ある程度話し合ってあるんですが、傾向の方、じゃあ由伸からお願いしてもいいですか。こちらのお店の傾向として、新台導入された機種や、増台された機種、こちらがかなり強めに使われると。今回でいうとスマスロ、バジリスク、絆2の天然、これが寝台ね、ですとか、からくりサーカスが増大されてたり、あとはスマスロ北斗の剣、こちらがメイン機種なんですけど増大されてたりするので、この辺りが狙い目になってくるかなと思います。そうね、まずはそこを狙っていくのが基本的にはいいかなということで、じゃあ多台数いい番号を引いた時に多台数設置に行くか小台数の方行くかなんですけど、北斗あるとしたら全というわけではなく、おそらく半分ぐらいかなという感じよね。はい、そうですね。アイムとかも怪しいかなと思ってる。使われやすい。いや、安い、使いやすいからね、割とかも考えたときに。何やったらバラエティですとか言ったり。そうね、もう考えて。番号相当悪かったら、変に7台でも7台構成とかも1回全台形とかねやってる傾向もあったり、結構この辺は難しいけど、どこから埋まるかっていうのは正直入ってみんとちょっとわからない部分があるから、そこは臨機応変にっていう、バラエティーいくか6台7台構成いくかっていうところね。じゃあまずは抽選ですね。はい、行きましょう。おはようございます。お願いします。ありがとうございます。僕が175番でした。はい、僕が100番で、北斗ワンチャンあるかもしれないなっていうところよね。台数が多いんで結構、花々ですとかに流れる可能性もあるし、もしかして僕はそこを見てからあとは臨機応変に回っていこうかなとは思います。そうね、この番号だ半分ぐらいやもんな。でもバラエティーもあって2大機種2大構成機種も結構あるんで、バラエティー見て金花から埋まるかな、金花やったらワンチャンいけるかもっていう、一応入りやすい場所っていうのがあって、そこも見てみてっていう感じですね。僕も入ってみてっていう感じで確認して。はいおはようございます。お願いします。さあ100番で入場ということで、おそらく花々ですとか小台数構成機種には流れると思うので、スマスロ北斗まず見に行ってみます。できれば新パネルの方が取れたらなと思うんですが、いけますね。いけます。これでいきます。スマスロ北斗を確保することができたので、こちらの方しっかり判別していきたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。ちょっと外から回りますね。金花やっぱ埋まってるな。オキドキ、前回オキドキゴールド全やったんですけど全然来てないですね。誰も金花から埋まるならば鳳凰は全然いける、全然いけますね。逆に不安になりますが、いやでも可能性としては全然あるんですけど。まずスマスロ北斗の拳を取った根拠からなんですけども、こちらのホールさんは信頼導入された機種ですとか、増大された機種がかなり強めに扱われると、お話しさせていただきました。なのでこの北斗の拳も10台ですね、新パネル、こちらのラオウパネルが増大されましたので、こちらを狙って新パネルの方を取りました。さらに単品での高設定投入率が多い機種が2機種ありまして、それがこちらのスマスロ北斗の拳ともう1機種はキングハナハナですね。こちらも40台あるんですけども、過去、今日と同じ傾向で、全て出玉率が 100% 以上超えてると僕が調べた限りでは出ました。北斗取れたんや。取れました。なんか結構いけた。実は僕が入った時で半分ちょっとぐらい埋まってて、で僕の後の人は結構ダダダダっと北斗に流れ込んでくるような感じで取られます。じゃあ僕の番号やったらきつかったか、多分厳しかった。一応10台高、多台数の方を取れたんで、そこから行こうかな。ただ結構埋まり遅かったんよ。そうなんですね。さすがにもう全部埋まってるけど、だからちょっとネガティブ目に見ていこうかなっていう感じ。こっちが良さそうやったらもう方ないし、そうですね、ちょっと照らし合わせながら行こう。わかりました。ありがとうございます。それでは打っていきたいと思います。若干がっくんしたようには見えましたが、ほう僕が島自体には1番に来たんですが、その後さすがにもう今はもう全台埋まりましたね。バッと埋まったっていう感じですね。狙いとしては全台系プラス、最低でも1台は単品が過去の傾向からはあるので、それ狙いという感じですね。ただ多台数の中で他がねちょっと奥の方は見れなかったですけれども、一応ちょっと埋まりは遅めだったっていうところがちょっと気がかりかな。逆に手前にあった金花の方が先に埋まってたというところが気がかりではあるんで、しっかり周りの様子を見ながら、ちょっと悪ければもう早見切りっていうのも一つの今日に関しては一つの手かな。ただ早見切った時にじゃあこの今日の状況で二の矢を放てるかって言われたら相当難しいんですけど、ちょっと状況をしっかり見ながらっていう感じにはなると思います。131ゲームです。レギュラーボーナスですね。投資が4本です。黄色ですね、偶数下です。でレギュラー終了で、ここのランプの色で設定したなんかはあったりするんですが、今回はなしと。で設定変更後に関しては、今はレギュラーだったんですけどビッグボーナス後に関しては設定変更していれば2分の1で変わるんで、そこはそのビッグ中の色変化のサンプルには加えてはいけないところですね。467ゲームです。ビッグボーナスですね。追加投資しまして総投資が14本です。スイカが1回目、このビッグ中のスイカに設定差があるんですが、あくまでもこれ10センチにはなるんですが、僕の経験も踏まえた上で約ビッグ3回に2回ぐらいはスイカが高設定では出てくれる印象ですね。で初回ビッグ、色は変わらずですね。すいません、当たりました。70ゲームです。レギュラーボーナスです。持ちメダルでの当選ですね。で、緑です。ちょっと一旦周り見ます。ちょっとこちら側最初は良かったんですけど、やっぱりちょっと重めになってきて、で僕が打ってる側も上がってこないんですよね。相変わらずちょっとボーナス自体が重いというところで、これ全って見た時にちょっと弱いかなというところはあるんで、思い切ってもやめるならこのタイミングかなと思います。ちょっと他の棋士も見てちょっと判断します。795ゲーム中断チェリーなんですけど、もう800ゲームになりますので、リセットだった場合リセット天井で統制します。リセット天井、また天井に到達した場合、継続率が 79% 以上が濃厚と言われています。さらに北斗揃いの可能性もアップすると、これで800ゲームです。ちょっと前兆がかぶってしまうのでどっちかわからないとは思いますが、お店の傾向からして前代リセットだと思っています。あと6ゲーム、これが当選後まで残っていれば、北東と出て北東揃いの可能性もありますね。あ、残ってますね。これで北東揃いです。ほらレインボー、出玉的には嬉しいですが、朝一の立ち上がりとしては良くないです。とりあえず、出玉を確保したいので伸ばせるように頑張りたいなと思います。先制ですね。僕の周りを見る限り、僕の右の台は初当たりをもう3回取っていて、さらにボイスも良かったので、ジャギーですね、もう出てるので、いい台もちらほら見えてはきてます。さあ3セット目、いやー3セット目で5勝破食らいます。いや北斗揃いレインボーなんで、出玉だけでもなんと確保したいところですが、倒れます。3セット362枚、いやーダメですね。3連で終了。開店から1時間半ほど経ちましたので、一旦周りの状況を見に行きたいと思います。まず僕の打ってるスマスル北斗の状況なんですけど、特別いいというわけではなく、確かにかなり良い挙動をしている台もちらほらあるんですが、半分ぐらいあるのかなと言われるとそうではないように見えます。まだ時間が早いので決めつけませんが、立ち上がりはそこまで抜群というわけではないですね。初当たり飛び抜けてるとかがないですよね。カバネにもちょっとある程度時間はかかるんで、さっきな台もあればちょっと全くっていう台も今ありますが、ハッピーはちょっと重めなんでおそらく違うかなという感じはします。今ちょっと全体を見て回ったんですが、確実に多台数設置で、ここが前かなとか半径かなっていうところはまだはっきりとは見えきってないです。なので逆にまだチャンスは残されているかなというところで、僕の打っている方に関してはちょっとさすがになさそうかなと。で単品でも全然いいところはないんですね。なのでここは一旦見切ってちょっと状況把握に努めながら、次のチャンスを待つと、次の可能性を探るっていう形に変えようかなと思うんで、ここはこの台はこれで見切りたいと思います。こちらのアイムジャグラーが5台あるんですけど、ここの立ち上がりがすごいですね。右からレギュラーが4回、4回、3回、2回、4回、多分おそらく前台合算したら設定5、6以上になると思います。鳳凰やねんけど、ちょっと僕の台自体、もうそうやねんけど、島全体で見たときにさすがに前はないかなというところで、まあ一旦さっき見て回ってんけど、はい、まだ全っぽいとことか2分の1っぽいとこっていうのはまあはっきりとは分からないっていうところで、まあまだもしかしたらその二の矢放てる可能性あるかなっていうところで、はい、もうやめました。はい、わかりました、はい、でまあちょっと見て回ろうかなっていう感じで、はいはい、まあ4、5台構成とかは今ちょっとアイムとかがやっぱ挙動出てるね、出てますね。やっぱ多分今前代合算したら設定5、6以上のレギュラー確率だと思うので、そういう感じよね。で僕の台の方なんですけど、僕は朝一リセット天井まで行ってしまって、はいはいはい、でまあその中で周りも見てたんですけど、特にトロフィーとかは出てなくて、周りもああなるほどなるほど。で特別全体島の挙動がいいかと言われたら別にそうではない、うん、そうよね。なんかちょっと初当たりついてきてるのが1台2台ぐらいっていうところやもんね、なんでやっぱり北斗を打つメリットって単品を狙いながら、まあ半分ぐらい良さそうなのも探せるのが良かったので、うん、まあ僕もとりあえず1周見てからですけどやめる方向で考えてます。オッケーオッケーオッケー。じゃあ一旦2人で、はい、まあ状況把握っていう感じになるかなって感じね。はい、オッケー。行きましょう。はい、現在なんですけどアイムジャグラーが1台空きました。なのでこちらを一旦確保しました。それでは打っていきます。僕の台446ゲーム回ってまして、ビッグ0回レギュラー2回の台です。いきます。アイムジャグラーの状況を僕今計算したんですけど、島全体で4304ゲーム回ってまして、レギュラーが18回、アイムジャグラーはレギュラーだけで僕は見ているので18回レギュラーで確率が239分の1、設定6以上、ですので、まあ、この島を、全体系狙いで打っていくのは今状況としてはかなりいいのではないかなと思います。まあ、ですがジャグラーですので早い段階であまり信じすぎるのも過信しすぎるのも良くないので、まあ、周りの状況も逐一チェックしながら打ち進めていきたいなと思います。264ゲーム単独のレギュラーボーナスです。北斗から持ち込んだ、持ちメダルで当選です。サキペカ327ゲーム、チェリー重複ですね。チェリー重複のビッグボーナス追加投資いたしまして、総投資が27本です。121ゲーム単独のレギュラーボーナスです。46ゲーム単独のビッグボーナス、プレミアですね。チャンスだけがつくやつでビッグ濃厚です。単独です。単独のビッグボーナス、13ゲーム早い単独のビッグボーナスです。では打ってきます。まあ、このアイムに関してもちょっと由伸が最初攻めた時よりかは数値は下がってきてる、完全足りてるわけではない。まあ、5台のうち1台は、まあ、当たりが少数台機種でもあるんで、だから1台が良くて他がたまたま引いてるという可能性も、まあ、まだ否めない。ただ、まあ、5台見てもある程度数値はついてきてるんで、まあ、今後次第にはなりますが、今はまあ打つ価値があるかなという感じですね。判別においてはアイムの島全体、そして他の少数台構成の全台系っていうのも意識しながらですね。それが例えばもう SAO とモンキー、まあこの後どうなるか本当に分かんないですけど、今のところ動きしているのが SAO とモンキーなんで、これがもう確実にあるなってなってきて、これが落ちてきたらちょっと違うなってなっちゃうんで、おそらく少数台に関しては2機種前があると思うんで、まあ、その辺もしっかり見ていければなというところですね。ました336ゲームで単独のビッグボーナスです。持ちメダルで当選です。19ゲームです。さきぺかの単独のビッグボーナスです。アイムの島で唯一一つ気がかりなのは、僕の左隣の台1283番台が今1787ゲームでビッグ12のレギュラーが14で合成69分の1でめちゃくちゃ当たってるんですよ。もうレギュラーだけでアイムの合算設定56の合算ぐらいの数値で引いてるんで、そこの台が結構その全体を引き上げてしまってるっていうのも、まあこれまた現実なんですよね。で他のまあ由伸が打ってる台であったり、その大人であったり、まあもちろんレギュラー足りてる台もあれば足りてない台もあって、若干足りてない台の方が多めっていうのも、まあちょっとこの辺が気になるかなっていうところですね。73ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。24ゲームです。チェリー重複のレギュラーボーナスです。取りました。24ゲームです。24ゲーム単独のレギュラーボーナスです。打ち出す前が1748ゲーム5の5、まあ、170分の1とかの合算でレギュラーも足りてなかったんですが、今足りましたね。レギュラー8回で246分の1で合成も131分の1まで上がってきました。28ゲームさきぺかです。チェリー重複のレギュラーボーナスです。レインボーですね。615ゲームはまったビッグです。単独のビッグボーナス。22ゲームチェリー重複のビッグボーナス。ゾロ目ゲーム数なので BGM 変化ですね。出玉的にはビッグありがたいんですけど、アイムジャグラーに至ってはレアチェリービッグ以外は設定差がほぼないと僕は考えているので、まあ現状設定を意識して打ってる場合は、まあチェリー単独どちらでもいいのでレギュラーを引いてほしいなというところですね。117ゲームさきぺか。チェリー重複のレギュラーボーナス。久々のレギュラーですね。45ゲームチェリー重複のレギュラーボーナス。さきぺかですね。レインボー37ゲームチェリー重複です。チェリー重複レインボーのビッグボーナス。117ゲームチェリー重複のレギュラーボーナス。28ゲームさきぺかチェリー重複のレギュラーボーナス。さあこれでレギュラー確率266分の1、設定5、6の近似値になりました。66ゲーム先ペカ単独です。単独のレギュラーボーナスつい500ゲーム600ゲーム前ぐらいは、ビッグレギュラーともに400分の1ぐらいで、まあ、圧倒的設定1以下だったんですけど、現在合成138分の1、レギュラー確率に至っては240分の1を切ってる設定5、6以上、まあ、ここまでやっぱ変わるってなると、やっぱ短い試行数の少ないゲーム数の試行数が少ないとジャグラーは分かんないもんだなと思います。持ちメダルが飲まれてしまいましたので、まあ、残りの持ちメダル、まあ、もう36枚ですけど使っていきます。567ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。総投資が15本です。102ゲームです。単独のビッグボーナスです。総投資が16本です。41ゲームです。シェリー重複のビッグです。1ゲームです。1ゲームで単独のビッグボーナス、1ゲーム連でジャンバリですね。でここに隠れキャラ登場です。139ゲーム先ペカ単独のレギュラーボーナス、263ゲーム単独のレギュラーボーナス、30ゲーム先ペカ単独ですね。単独のビッグボーナス、これは僕のリサーチ不足だったんですけど、もしかしてジャグラーシリーズも増大されてるんですかね。ポップとか島に貼られてるなんかポスター的なものがジャグラーシリーズ増大になってるんですよ。で朝お話した通り増大機種信頼導入機種は強めに扱われるので、もしかしたらちゃんと調べたらジャグラーも増大されてるのかもしれないです。単独のビッグボーナスです。単独です。単独のレギュラーボーナス、プレミアからのビッグボーナス、単独のビッグボーナス、チェリー重複のレギュラーボーナス、単独のビッグボーナス、単独のレギュラーボーナスです。177ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。120ゲームです。単独のビッグボーナスです。68ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。29ゲームです。単独のレギュラーです。自身で今約1400ゲームほどですかね、回してきまして、この台が現在1150ゲーム、ビッグ11のレギュラーが13で合成131分の1、レギュラー確率に関しては242分の1なんで、56以上の数値まで育ってきましたと。で5台全体を見たときに現在1台あたりの平均が、3186ゲーム回ってまして、ビッグが13回でレギュラーが14回で合成が115分の1でレギュラー確率に関しては227分の1なんで、打ち始めた時よりも数値自体はだいぶ良くなりまして、56以上の数値でもう引けているというところで、この回転数で、ここからもちろん、下がることは考えられるんですけれども、現状、少数台構成での全台形っていうところでは、アイムはだいぶ濃いのかなと思います。SAO もおそらく当たりでモンキーターン5に関してはちょっと違うかなという感じになってきたんで、小台数に関してはおそらくアイムと SAO なのかなと。だから問題はあとはそのアイムなんで、5なのか6なのかですね。5と6のボーナスにほぼ差はないんでっていう中で、僕の武道確率が、今まだ200ちょっとしか数えてないんですけれども、6.98 分の1と。ちょっと相当悪いんですよね。なので、ベースがこれ5が多めなのか6が多めなのかっていうところはまだ分からないですけれども、ちょっと僕の台に関しては現状5よりというところがあるんで、ここに関してはちょっと機械割り的には厳しいところがあるんで、どうかなというところはあるんですが、もうちょっと打ってみて、ブドウの推移とかもしっかり見ていければなと思います。ビッグボーナスです。チェリー重複のレギュラーボーナスです。単独のビッグボーナスです。ビッグボーナスです。単独のレギュラーボーナスです。1ゲームでチェリー重複のレギュラーボーナスです。単独のレギュラーボーナスです。単独のレギュラーボーナスです。11ゲームです。フライングファンファーレですね。単独のビッグボーナスです。72ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。37ゲーム単独のビッグボーナス。39ゲームチェリー重複のレギュラーボーナス。54ゲーム単独のビッグボーナスです。これで朝作った北斗のマイナスも回収しましてプラスになりました。178ゲーム単独のビッグボーナスです。72ゲーム単独のレギュラーボーナス。すいません、今気づくのが遅くなって1万役取れなかったですね。中段チェリー、228ゲーム、本当はバーを狙ったらこれ中段チェリーの1枚とバー揃いの1枚2枚取れたんですよね。でこれが唯一ビッグに設定差があるところだと僕は思っています。228ゲーム中段チェリービッグ、中段チェリービッグ消化して、これで現在ですね、ブドウが600個なんで、さっき計算してみたんですけども、6.2 分の1ぐらいでした。下の設定1から5でも、6分の1ぐらいなので、ほぼほぼ設定5なんじゃないかなと僕は今思ってます。さっきちらっと孝太郎さんと話したとき、孝太郎さんもあまりブドウ良くないって話してたんで、もしかしたら当たり設定5な可能性も徐々に上がってきましたね。289ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。213ゲームです。単独のビッグボーナスです。254ゲームです。単独のビッグボーナスです。レギュラーボーナスです。単独のビッグボーナスです。単独のレギュラーボーナスです。116ゲームです。単独のレギュラーボーナスです。217ゲーム単独のレギュラーボーナス。123ゲームチェリー重複のビッグボーナス。39ゲームサキペカチェリー重複のレギュラーボーナス。ここまでアイム打ってきまして、はい、どうですか、僕の台が、はい、もうアイムは、はい、全台形で濃厚かなっていうところで、あとは5か6かっていうところ で、はい、もうブドウがずっと打ち始めから悪いのよ。いまだに全然ついてきてなくて、単体で見ると5かなっていう感じなので、由伸の台どう？僕のが今 6.2 ぐらいでも圧倒的に5以下というか、1から5の数字になってるんで。なるほどね。で左の方とちらっと話をしたんですよ。その方もブドウがかなり悪いなみたいな話で一緒に打ってたんで、やっぱり5が多めなのかなっていう感じには見えます。ちょっとね、5やと機械割的にと勝率も考えるとっていう、展開的にも全然伸びひんっていうところで、はい、じゃあちょっとお互い5っぽいってなれば、5って考えるのが判断するのが妥当かなっていうところよね。で残り時間とかも考えて、はい、今、多分現状2人で逆転投手分は上回ったんじゃないかなっていうところかな。そうですね、おそらくプラスでちょっとプラスぐらい。なるほど、僕もちょいプラではあるんで、はい、リカバリーはできたってところで、はい、この普段じゃあ5の本来打つかって言われたら、打たないよね。普段と違うことするのもちょっとあれかなっていうのはやっぱり思うんでっていうところやから、今日に関してはここで実戦終了のタイミングでもあるかなと思うんで、はい、終わりましょうか。わかりました、そうしましょう。最後一通り見て、確認して終わりましょう。はい、この台の最終今のデータなんですけれども、現在4978ゲームでビッグ18のレギュラーが23と、ちょっとビッグがしんどいっていう感じではあるんですが、レギュラーは5、6以上で引けてます。で、5か6かで判断する部分としては、ブドウというところになってきて、これが、ここまで回してきて、6.64 分の1と、ちょっと上がってこないですね、全然というところで、おそらく推定は5かなというところで落ち着きました。ずっと打ってたアイムが、小台数機種の当たりですね。で、配分的にはちょっと僕と由伸の台が5っぽかったっていうのもあるんで、半々ぐらいだった可能性はあるのかなという感じですね。で、多台数の全台形、もしくは半分というところなんですけれども、おそらく消去法的にでもブブブかなと思います。もう結構皆さんこの辺はもう出玉も持たれてますし、で小台数構成のもう1機種が、文句なしでも SAO ですね。全台てっぺんまであるかなっていう感じです。お疲れ様です。お疲れ様でした。実戦終了しました。まず最初に結果の方からはい、僕の投資が1242枚、回収が1307枚、3枚でプラスの65枚でプラスで終わりました。はい、で僕の方が、投資が736枚で回収が1061枚で3枚がプラスの325枚ということで、2人の総投資が1978枚、はい、で総回収が2368枚で、総収支がプラスの390枚という結果になりました。で今日の振り返りの方なんですけれども、はいまあちょっと、お互い抽選番号はそこまで良くはないという中で僕は170番で入場しまして、まあただまあ、4大構成、5大構成で、まあ、一応、アイムもね本当にその招待数の中では候補に入れててっていうところではあったんですが、さすがにちょっとその辺無理というところで、多大数設置の可能性のあるであろう方を攻めたんですけど、まあ、残念ながら。なくというところだったんですけれども、まあ、それでもちょっとお互い周り見ながらっていうことで、その積もれなかった後に、まあ、アイムがやっぱりちょっと動きが怪しいというところで攻めてみた結果、まあ当たりのところにはたどり着けたと。ただ6まではたどり着けなかったっていうところではあるんですが、それでも、まあ、朝一ちょっと番号が悪かった中でリカバリーできた点に関しては、まあ、僕は良かったんじゃないかなと思います。僕も同じくスマスロ北斗を最初に打ちまして、まあ、周りを見て全体系、まあ、もしくは半分とかではないと思ってやっぱり朝こう見られてる方いろんなところを検してる方多かったじゃないですか。だからその中で早め早めに動いて、はい、アイムに座れたのはもう本当に今日リカバリーとしてすごく良かったなと思いました。まあ、傾向から言っても信頼系っていうのも、ジャグラーがおそらく増大されてたんですよね。後から僕気づいたんですけどその増大っていうポップがたくさん貼ってあったんですよ。なので、まあ、ちょっと見落としてしまってた部分ではあるんですが、1個手前の増大っていうか入れ替えの時やったんかな。多分そのネット関係で調べた時は載ってなかったもんね。そうなんですよ。だから最近といってももう1週前なのか、ちょっと前に増大していたので、そのあたりももう少し意識してたら早め早めにたどり着けたのかなと思います。その辺はちょっと反省点というところで、また次回、黒バラの彫刻、まあ、どんなメンバーでやるか分かりませんが、実践していくと思いますので、引き続きご視聴していただければなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。収支管理アプリ Tマネー登場。 Tマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。